おはようございます。モムチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はジャーマンアイリスの球根が手に入りましたので、プランターに定植していきたいと思います。ジャーマンアイリスはアヤメ科アイリス属の耐寒性球根になります。初夏の明るい光にこぼれんばかりに大きく色鮮やかな花を開きます。花色や花形が豊富で、他の花ではあまり見かけない明るい黄土色や黒に近い赤褐色の珍しい色彩を持っています。その上、上下の花弁の色が異なるものなど、花色にバリエーションに富んで多彩な表情を楽しむことができます。原産地は地中海沿岸や小アジアになります。1800年代ヨーロッパで交配され作り出されてきました。日本ではヨーロッパ初期に作られたゲルニカ種が入ってきたので、それ以降ジャーマンアイリスと呼ばれるようになりました。現地では地中海性気候の雨量の少ないやや乾燥した気候なので、高温多湿を嫌う性質が強く残っています。日本の梅雨時の多湿になる気候を嫌います。今回は実際にプランターに定植しながら4つのコツについてお話したいと思います。まず1つ目のコツ、植え方です。ジャーマンアイリスの球根は春と秋の2回販売されています。球根の植え付けは3月と9月下旬頃が適期になります。秋植えの方が粘りが良くなりますので、春には大きな花が咲くようです。地植えの場合は植え付け場所は必ず日当たりと風通しのいいところ、水のたまらない場所を選ぶようにしてください。土質は水はけさえ良ければほとんど選びません。酸性土壌を嫌うので苦土石灰などを入れるようにしてください。株間は40〜50cm、 2、3年植えっぱなしでも大丈夫です。コツは芽を南側へ向け、球根の半分が土の上に出るように定植するようにしてください。鉢植えの場合は1鉢に1球、用土は腐葉土を入れて水はけのいい用土を使うようにしてください。球根が半分出るように植え、土が湿っていれば水をやらない方が腐りにくくなると思います。芽の出るスペースを空けて植えるのがコツになります。2つ目のコツ、発芽後の管理です。芽が動き始めましたら風通しを測り、よく日光に当ててください。株元に雑草が生えないようにしてください。鉢植えの場合、花が咲いて雨天が続くようなら軒下などに取り込んでおくと開花時期が長くなるようです。3つ目のコツ、肥料です。肥料を多く与えることが病気の発生する一番の原因となります。よほどの痩せ地でない限り肥料を与えなくても1年目は十分に株が茂り花を咲かせてくれます。芽が出たら窒素分の少ない液体肥料を生育期間中に3回与えれば十分だと思います。4つ目のコツ、花後の管理です。花がらは早めに取るようにしてください。株元の雑草はこまめに取り、風通しと日当たりを良くするようにしてください。球根を掘り上げて植え替えする場合は2、3年に1度で十分です。花後の7月から8月頃に行います。植え替えは晴天が続く時に行います。掘り上げた球根は日陰の風通しのいいところで1、2週間ほど乾燥させるようにしてください。1ヶ月ぐらいでしたら株は締まって皮が硬くなり腐りにくくなります。その後に植え替えをするようにしてください。今回植えるジャーマンアイリスの苗になります。こちらは球根を手に入れて、大きめのポットに球根が半分出る状態で定植いたしました。現在9月上旬なんですけれども、このようにかなり大きくなりました。高さが40センチぐらいあります。これを今回は定植していきたいと思います。それでは今回用意するものについてお話したいと思います。まずプランターです。幅がのしの50センチ、奥行きが25センチ、深さが25センチあります。普段市販されている園芸用のプランターなんですけども、この大きなプランターになんと排水口がこちら1個しかございません。これでは過湿に弱いジャーマンアイリスでは根腐れの心配がありますので、これから排水口をつけていきたいと思います。裏を返します。
裏を返しますと、このように後ろは真っ平らで穴が開いていません。こちらの穴は今試しに開けてみましたが、このように唯一ある排水口の穴がこちら1個になります。こちらにインパクトドライバーにドリルをつけてありますので、軽く何箇所か穴を開けていきたいと思います。このように簡単に開きますので、インパクトドライバーをお持ちの方は穴開けが簡単にできると思います。はい、このようにプランターの底に穴を開けることができました。これで排水性は良くなると思います。ちなみにこのような感じで穴を開けました。その底にこのようなメッシュの底板を入れていきます。はい、こちらに元肥の培養土を入れていきます。こちらがジャーマンアイリスのポット内になります。それでは定植していきたいと思います。それでは仮置きをしていきたいと思います。はい、こちら3つ植えていきます。来年の春以降に地植えしていきたいと思いますので、今回はプランターに仮植えといたします。ジャーマンアイリスの定植するコツなんですけれども、いくつかあります。まずジャーマンアイリスはこちらですね、このように球根があります。球根の芽の出方なんですけども、球根のすぐ脇からこのように芽が出てきます。この後の芽の出方なんですけども、実はここからではなく、この先に先にとジャーマンアイリスの芽はつながるように出てきます。ですからプランターにこのように真ん中に植えてしまいますと、次の出る芽がこちらに出てくるわけですから、こちらで芽が詰まってしまいます。この芽を中心になるように、この芽が真ん中になるように植えてください。このような感じですね。少しバランスが悪いようですけども、このようにするとジャーマンアイリスの成長するスペースができて発育は良くなると思います。そしてもう一つなんですけども、ジャーマンアイリスの球根は必ず地面から半分出すようにしてください。深植えにしますと過湿状態になってしまいまして、ジャーマンアイリスはすぐ腐ってしまいます。地植えする場合も球根が半分地面から出るようにしてください。この2点を踏まえて定植していきたいと思います。まずこちらから植えていきます。結構端に植えますので、このようにポットから出します。根が太いですね。実はこういう根にも栄養を蓄える性質がありますので、こちらですね、こちらの球根が弱った場合でも十分こちらの根で成長を続けることができます。そしてよく見ますと、こちらに小さな芽が出てますね。そしてこちらにもあります。このように球根から横に広がっていくようです。それでは定植していきます。必ず浅植えにしてください。球根が半分ぐらい土から出ても大丈夫です。もう1個植えていきます。ポットから抜きます。ポットがパンパンになってますね。成長のスピードはかなりいいです。春先3月頃に芋を手に入れまして、ポットに定植いたしました。それから4ヶ月ぐらい経つとこのようになります。こちらも見ると分かりますね。成長点がこちらについていますので、これから奥の方に向かって成長していきます。それでは定植します。はい、このように植えていきます。もう一個植えていきます。はい、ポットから出します。ちょっとこれもポットからちょっと抜けないぐらいパンパンに張ってますね。これはちょっと抜けません。すごいですね。このように根が張ります。はい、成長点を見ます。こちら側ですね。こちらをスペースを空けて植えていきます。はい、このような感じになります。ジャーマンアイリスは乾燥に非常に強いので、乾水は土の表面が乾いたら2、3日待ってからあげても十分だと思います。かえってジメジメしたところで育ててしまいますと、こちらの球根が
腐ることがありますのでご注意ください。それでは灌水していきます。1回目はたっぷり与えてください。2回目以降は土の表面が乾いたらあげるようにしてください。以上でジャーマンアイリスのプランターへの定植が完成いたしました。今回も4つのコツについてお話しさせていただきました。1つ目のコツ、植え付け方です。ジャーマンアイリスの球根は春と秋の2回販売されています。球根の植え付けは3月と9月下旬が適期になります。秋植えの方が粘りが良くなりますので春には大きな花が咲くようです。地植えの場合、植え付ける場所は必ず日当たりと風通しのいいところに定植するようにしてください。水のたまらない場所を選ぶようにしてください。土質は水はけさえ良ければほとんど選びません。酸性土壌を嫌いますので苦土石灰などを入れるようにしてください。株間は40から50センチ間隔、2、3年植えっぱなしでも大丈夫です。芽を南側へ向け、球根の半分が土の上に出るようにしてください。鉢植えの場合は1鉢に1球、用土は腐葉土などを入れて水はけのいい土を作るようにしてください。球根が半分出るように植え、土が湿っていれば水をやらない方が腐りにくくなります。コツは芽の出るスペースを空けて植えるようにしてください。2つ目のコツ、発芽後の管理です。芽が動き始めましたら風通しを測り、よく日光に当ててください。株元に雑草が生えないようにしてください。鉢植えの場合、花が咲いて雨天が続くようでしたら軒下などに取り込んでいただくと開花時期が長くなると思います。3つ目のコツ、肥料です。肥料を多く与えることが病気の発生する原因の一つになります。よほどの痩せ地でない限り肥料を与えなくても1年目は十分に株が茂り、お花を咲かせてくれます。葉が増えましたら窒素分の少ない液肥を成長期間中に3回与えれば十分だと思います。4つ目のコツ、花後の管理です。花柄は早めに取り、株元の雑草はこまめに取るようにしてください。風通しと日当たりを良くするためです。掘り上げ、植え替えは2、3年に一度で十分になります。花後の7月から8月頃に行います。植え替えは晴天が続く日に行います。掘り上げた球根は日陰の風通しのいいところで 1、2週間ほど乾かすようにしてください。1ヶ月ぐらいなら株は締まって皮が硬くなり腐りにくくなります。その後に植え替えを行うようにしてください。現在9月上旬なんですけれども、ホームセンターにもたくさんのジャーマンアイリスの球根が並ぶようになります。黄色や青や紫色、時には2つの色が上下に混成する種類もあります。ぜひ皆さんもホームセンターなどでお気に入りのジャーマンアイリスの球根が手に入りましたら、地植えやプランター栽培で楽しんでみたらいかがでしょうか。今日はジャーマンアイリスプランター栽培についてお話しさせていただきました。チャンネル登録、そして高評価をしていただけますと励みになります。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。